なってる？なってる？こんばんは。こんばんは。これ声って聞こえてんのかな？聞こえてるよね。聞こえてる？こんばんは。すごくすごくお久しぶりのインスタライブです。やっほー。緊張する、ちょっと。なんかすごい、なんだこれは、知らないあれが。手振ってだって、やっほー。じゃあ始めていいでしょうか。今日は私明日誕生日なんですってね、あの26歳最後というところで、あのちょっと皆様にお伝えしたい、お知らせしたいこともあったりとかするので、インスタライブをしてみております。ありがとう、おめでとうってみんな言ってくれてる。明日だけどありがとう。これ何話せばいいの。夜ご飯食べました、さっき。確かに服とカーテン一緒だね。確かに。本当だ、かぶっちゃった。そう、あ、そう、夜ご飯食べましたよ。カレー食べた。皆さんは食べましたか？これから？いいな、とんかつ食べたい。花粉症じゃないです、じゃないっていうか、ちょっと来てるけど、でも今日ひどかった。天気良かったもんね。ひどかった？あ、本当。もうそろそろ本格的に来てますよね。でもちょいちょい私も鼻がムズムズしたりする。目かゆくなったりね。杉？確かにちょっとムズムズしてるかも。昨日卒業しました、だって。そうだ、もうそういう時期ですね。おめでとうございます。学校かな。今日はね、今日は明日、そう、誕生日っていうところで、
誕生日記念グッズを作ったんです。それのご紹介もしたいなと思ってます。まず第1弾、タッタラー、 T シャツ。T シャツです。でね、T シャツで裏がじゃん、ちびみおがいっぱいおります。なんかさ、伝わってる？なんかさ、そうそう、裏にね、この T シャツで、これがサイズが、なんだっけ、LXL のサイズがあるそうです。え、会社にぜひ来ていってください。会社にぜひ。でもほら、だって前はこうやってね、ハートですから、あの後ろ側にとどんどん書いてありますけど、もうこれ何人いるんだろう、 1,2,3,4,5 人ぐらい。可愛くない？と、まあ、T シャツがまず一つと、あとグラス、わかんないね。え、グラス、メイ、メイいる？あ、メイだ、ヤッホー、元気？今日ドラマだね、見ます。君ここ見てくださいね、皆さんも。9時からので、グラスも、グラスは一つなんだけど、あのこれもね、一周ね、こうやって描かれてて、もちろんグラスにあの飲むとき使ってもらってもいいし、あのあれだよね、ペン立てとかそういうのにもね、あれなんだって、使ってもいいって、確かにって思いました。なんでいろんな用途で使えると思います。私も飲んだり、あのうがいの洗面所とかに置こうかなって思ってる。そうだよ、グラスの女の子、私ピント合ってる？ほら合ってる？はい、続きまして、たらーん、巾着です。巾着これすごい色迷って、本当に先ほど決まったんですけど、ちょっとグレーっぽいのかな。割とね、結構大きいと思う。大きいっていうか、結構、なんて伝えればいいんだろう、
手ぐらい。あ、映るんです。映るんです。これぐらいで、これぐらい映るんです。1,2,3,4,8個分ぐらい ですね。はい。と、あとね、もう一個ね、最後、じゃん、ステッカーです。ステッカー、これステッカーが種類が6種類入ってて、あ、違う、嘘嘘、6種類あって、で、その6種類中3枚ランダムで入ってます。で、そう、ランダムなので、ちょっと何が入っているかお楽しみなんですけど、なんかね、まず1、こういうのと、これが1枚、これ1枚、これ1枚、これ1,2,3,4枚目で、これ5枚目で、これが6枚目、これのこの中の3つどれかが入ってます。で、またもう一つお楽しみがあって 台紙が、台紙、こう、このね、こんな風になってるんだけど、これが2種類あって、これもランダムなんですけど、こういうちょっと、こうなってるやつと、あとね、これもかわいいよ、こうなってるやつ、どっちかが届くと思います。合ってますか？説明合ってますか？合ってます。合ってます。合ってます。はい。個数制限なしです。個数制限なしだそうです。あ、でね、発売は明日の朝10時からですね。で、今月いっぱい、3月31日までにあります。なので、ぜひ、お楽しみに、ぜひ使ってみてください。これはファンクラブサイトの中で買えるみたいです。そう、すごいね、すごい可愛いんだよ、いろいろみんなで話して決めました。すごい、みんなから花粉症大丈夫って来てる やっぱみんなすごいよね、みんなやっぱ花粉症来てるよね。なんか毎年毎年すごいさ、どん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 感じるようになってきた。ね、ピースして、ピース。あ、アンパン楽しみにしてます。だって、ありがとうございます。撮影はもうちょっと先ですけど、頑張ります。
私多分このインスタライブするのは多分ね、2年ぶりなのかな、2年ぶりな気がする。今日豚丼だった。いいな豚丼。あ、そうだ、そうそうそう、夏もね、夏ちょっとまだ日程細かく詳細はあれなんですけど、夏にもイベントやろうと思ってるので皆さん会いたいです。東京と今回初めて福岡の方でもやらせていただきます。靴下かわいい、履いてないけどありがとう。めっちゃマネージャーさん笑ってんだけど、なんですか。めっちゃ笑ってるじゃん。何？めえ、外で見かけたら声かけていいですか。もちろん声かけてほしいです。声かけてくれたら嬉しい。あ、スノボか。スノボやったことないです。でも私修学旅行ね、中高スキーだったからスキーはできるよ。スキーしかやったことない。誕生日同じ？やったー、おめでとう。画面のほとんど目、そんなことないやろ。頑張ってって言って、頑張って。
りちゃんと最近会った？会いました。本当に最近会った。火鍋食べました。私さ、このさ、なんかフィルターみたいなやつってさ、なんかさっき、あ、へえー、おお、なになに、え、なに今の、すごくない、え、なに今の、今のすごくない、見た、うん、いいね。うん、こういうのやってみたかったんだよね。すごい、いろいろあるね。すいません、遊びすぎました。長めにハートにしたらハートが出るよ。どういうこと？長めにハートにしたら、え？え、出ないよ。え、どういうこと？ピースもって書いてあった。おお！風船が出てきた。こういうこと？本当？本当で出なかったよ。おお！ハート出てきたわ。え？ピースの方が出やすかった。グーム？あ、これなんか、え、花火も出せるよって、そうなの？え、出なくない？え、こう？出らんね。え、何？めっちゃ笑ってんだけど。楽しい。
あ、しばらくじっとしてなきゃダメなのか 動いちゃう 出ないじゃん。出た。ハト出らん。ウインクも出るようだって。へえ、みんな詳しい。ウインクしたら何が出るの？カメハメハやったら出るかも。だって絶対嘘だよ。指ハートしたら出るの？まだお仕事中の人も多いのか。すいません、そんな中ありがとうございます。え、指ハートも出るって。あれどれだったっけ？なんかいっぱいうわーってなるやつ。
それじゃなくて、あ、なくなった。なくなっちゃった。あ、これ？何これ？なっちゃった。あれやりたかったんだけどな。はい。好きなお酒はハイボールです。好きなお菓子はグミ。これで花火？マジ？ここ顔が邪魔してるとかある？あ、グーちゃん。勉強になります。すごい。手のひらでもできるようだって。なんどういうこと。わかる。これなんかめでたいね、ダブルピース。すごい嬉しい。両手でハート作ってみ。こういうこと。
おすすめのそういうのあり、あるのかな、みんな。明日でね、27歳です。結構誕生日同じ人いっぱいいる。おめでとう。ありがとう。27歳の抱負は健康第一。27じゃん。27。ほとんどフィルターで遊んじゃったけど、こんなインスタライブにお付き合いいただきありがとうございます。また機会があったらやりたいなと思います。それでは良い夜をお過ごしください。あ、そうだね。4月から花咲まゆも始まるので、お楽しみに。じゃあねー。え、これどうやって終わるの？おやすみなさい。